こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらコナンチョップチョップチョップをプレイしていきたいと思います。英雄コナンシリーズにインスパイアされたというか題材にしたね作品となっています。今作延期がめちゃくちゃされているんですよね。実は2020年あたりだったかな、発表が。そこからまあなんやかんやって今2022年にデモ版が公開されました。スチーム版やっていきたいと思います。ちなみにバグなのか仕様なのか、左下の私のスチームで使用させていただいているアイコンと名前が出てるんだけど、アイコンが逆さまになってるんですよねペンギンさんなんだけど、まあまあまあ著作権に触れないためにね、そこはね。でオンラインでプレイすることも今作可能なんですが、フルバージョンでデモ版ではないという形になっています。オプションはこんな感じ、コントロールでいろいろと調整できます。こちらは設定不可能ですね。説明が見れるだけですね。現在は今日音楽、オーディオ、ディスプレイは非常にシンプルでこんな感じ。言語表記は日本語がある、やったぜ。クレジットなどとなっています。チュートリアルからプレイしていきましょう。今作はね、見下ろし型視点のローグライクアクション、そのままストアページの取るとね、ローグライトなパーティーゲームと書いてあるんですが、いわゆる見下ろし型視点のローグライク系アクションの作品ですね。マップが自動生成であったり、途中入手できるアイテムなどがランダマイズ化されている。死んでしまうと最初から。で、ちなみに左下にレベルが出ている通り、どうやらアカウントレベルのようなものがあって、そちらを上げていくと、各クラスごとのパッシブというかね、スキルツリーから永続的な強化などを行うことができるようです。そこら辺はプレイしながら見ていきたいと思います。では今作ね、デモ版やっていきましょう。ユニークな特性を持ってる。OK。キャラクター移動させる。うん。OK。Xbox シリーズ X のコントローラーを使用しているので、こちらの表記が正しいですね。傷つこいこれ使う。OK。X ボタンでこんな感じ。X ボタンではなくても、この、いわゆる R スティックを傾けている方向に向かって攻撃も出ますね。そちらの方が馴染みやすいでしょうか。あ、お肉食べて回復かな、これは。HP 最大だよ、みたいに出てるので、左上、お肉が最大ですね。パーティーゲームという通り、これ友達とかとたくさんとね、たくさんの人とね、4人まで一緒にプレイすることが可能で、遠距離攻撃で倒そうか。そうだな。狙ってる、ああ、遠距離攻撃ただゲージがあるので、消費してしまうみたいですね。時間経過で回復するみたい。強力ですね。爆弾で破壊可能物体、これか？爆弾、あ、爆弾これだ。あ、爆弾と弓矢のゲージ同じなんだね。強力だからね。肉を食べて HP を回復しましょう。OK。ダメージもらった。肉を取って、ボタンで取った。で、肉を食べる。食べ方が表示されてないな。まあ、なんとなくわかるから全然いいんだけど、食べ方が表示されていない。うん、なるほど。ポーションのような感じなんだね、肉は。縦で攻撃をブロックするには LB。OK。タイミングよくブロックすると代わりに攻撃をパリします。OK。ブロックをタップするとパリの当たり判定表示が少しの間出る。ブロックを押し続けると消える。OK。これだね。このオーラの周りに出ているやつがパリー判定なんだろうな。こんな感じ。あ、これスキルだな。間違えて使用しちゃったけど。パリー判定結構でかいですね。そっか、パリーしましょうって出てるな。今更だけど。遠距離攻撃をパリーしよう。はい。え、今のパリー扱いなの？はい。結構パリ判定長いですね。見てからパリするぐらいで大丈夫。うん。ですね。パリは苦手なんだけどね、俺。何を今更。ダッシュ能力を使う。ダッシュ能力どこ？これか。これかダッシュ能力。あー、なるほど。あ、これダッシュ能力なんだ。なるほど。左上わかるかな？ゲージが溜まるとダッシュが1回分チャージされて、あの回数分できるみたいですね。こんな感じ。1回以上チャージできるのいいな。最大2か。怒りゲージを満タンになるので敵を倒しましょう。アルティメット能力発動。OK。主人公の左上のアイコンの周りにあるゲージだね、多分。なるほど。アルティメット能力ですが、チャンピオンの敵を倒しましょう。チャンピオンの敵だから。発動。発動する。Y か？これか？これが怒りゲージか？OK。
攻撃速度などが一時的にアップしていますね。これはキャラクターごとに能力が違うのかもね。鍵を使ってゴールドの宝箱を開けることができます。呪符を装備するとユニークな効果を得ることができます。あ、パッシブかな。鍵を2つ入手。うん、まあ今回はね、こんな感じで真横に置かれている。ブーメランヒルト、近接武器をブーメランのように投げる。こうか。これは必ずしも強力ってわけじゃないな。ちょっと使いにくいですね。飛び回る幽体剣は敵にダメージを与える。ん、ここか。ここだな。 OK、 どっちかってことね。なるほど。あ、こっちの方が使い勝手はいいですね。あー、これは使えないか。了解した。これダッシュ攻撃、まあ回避にも使える攻撃だよね。そのまま敵を倒しましょう。ハートコンテナを拾いましょう。了解した。強力な敵が出てきているね。ハートコンテナこれか。 HP の最大値アップか。いや、特に何もか。ああ、変わった変わった。HP の最大値アップ。ボスを倒すと出てくる感じかな。応援剤は鍛冶屋で新しい装備を解放するために使用できます。解放された装備はこの世界の他のエリアであることがあります。町の鍛冶屋に行って応援剤を使いましょう。 OK、 えい。じゃあ装備解放するために応援剤使おう。 OK、 あ、武器、鎧、あんまこれで、これ、あ、本当にアンロックか。新しい武器を装備しましょう。一回アンロックすると、まあ、装備できる。 OK、あ、経験値入った。やったぜ。1秒上がった。イエーイ。ほな、選手レベル、すべてのプレイの終わりごとに成果に応じて経験値も回収します。経験値を集めると選手レベルが上がり、スキルポイント取得します。おお、いいね。恩人の怒り、コスト1。おお、オッケー。コナンのやつね。コナンは激怒すると戦闘ステータスが増加し、敵を倒した時に回復する。ダッシュを追加で得る。オッケー。他はフルバージョンで利用可能。なるほど。アイテムアンロック中完了しました。メインメニューからチュートリアルを選択すると、いつでもチュートリアルをプレイできます。了解した。丁寧だね。まあ、取得した経験値、必ずしもこのコナンで使用する必要はないのか。俺のアイコン逆さまだな。さて、こちら、アルティメントの協力能力です。困難な戦闘のために使いましょう。あ、ぼっちなので、一人、コンバトル、怒りの飛躍。前方に飛び出して、地面を叩きつけ攻撃した、すべての敵にダメージを与えて気絶させる。ベリットは全部に飛び込み、反対方向に矢を放つ。コンバトロール、シールドバッシュ、バランティアス、バランティアス。バランティアスは前方に突進し、敵にダメージを与えて気絶させる。ノックバックスロー、これ良さげだな。あれ、ステータス全員同じになってるみたいだね。あの、わかるかな ?HP の下に、こう、多分ストレングスと移動速度みたいなのがあるんだけどね。ダッシュスライス、バレリアは前方に飛び出し、攻撃した全ての敵にダメージを与える。さらに敵剣を装備していると出血を与える。いいね。コナンだけスキルが2つあるね。やはり、より進行だからだ。はい、開始。こいつバランティス、行ってみよう。なんか鎧がかっこいい。一方、ネメディアの居酒屋ではヒーローたちが各自の功績話について話をしていた。おいおい、何の騒ぎだ。ボートアモン。お、これボスが4体いそうだな。ダメな顔してる全員。あ、そっか、動かせる。なるほど。ダークウッド、不気味で暗くて一面の木。ダークウッドの段に探し出し、道具の第一歩を踏み出せ。オッケー。あ、なんかお金取られた。うん。あ、なるほど。今はいらない。これは？矢がワンタンの時に鎮接攻撃を爆発を起こすことがある。あ、いいね。ここでまあ、石持ってきてアンロックしろっていうことだよね。鎧。バーの当たり判定が 0.5 秒間広くなる。刃物のダメージが 10%、剣のダメージが 10%。なるほど、なるほど。パリは1秒長く気絶状態だったり、パリは怒り10回復する。
1撃9時に怒りメージが溜まりやすくなる。いろいろとありますね、アンロック可能なものが。あ、なるほど。この主人公は、これなんだね、使用する武器。最大 HP プラス、お、あるね。爆発ダメージ出るぞ。爆発ダメージどうか。ダメージは低下、DPS は上がる。ここで能力アンロック。ドラゴンの方向。パランティスは巨大な衝撃波を放ち、周りの敵を気絶させて大ダメージを与える。あ、そっか。あの、コナンは最初のスキルがアンロックされたから、ああいう風に出てたのか。なるほど、そういうことね。次の10スロットアンロック。いいね。キャラクターごとに別なんだね。あの、間違えて使ってしまった。これが能力。ダッシュね。OK。とりあえずボスを全部倒せば先へ行けるわけだ。なるほど。右のどっちかに行けばいいんだな。右か左か。こっちじゃないのか違うのか違うな。じゃあ左か。どこだ？ここか？じゃねえだろう。明らかに。明らかにまだ行けない。で、どこだ？ここか？明らかにここだ。エメディア。このキャラクターは攻撃速度が遅いので、ちょっとまずった感じがありますね。コナンが無難にやっぱり攻撃速度がいいので、結構もらえますね。だから僕も、鍵やったぜ。これってどこに戻った時点で再度生成されるんだろう、ステージ。このタイプの作品だとヒーローズ・オブ・ハンマー・ウォッチっていう作品があって、それがすげえ神ゲーなんだけど、現時点ではそちらほど、なんていうかな、ステージが凝っていない。キャラクターはともかく。ちなみにキャラクターも実は仕組み的にあちらの方が、こちらがね、つまらないわけではないんですが、あちらがこのタイプのゲームの一つの完成形に近い作りになっているので、大げさではなくね、どちら、どうしてもそちらと比べてしまうのですが、あちらはね、あのステージのギミックなどもかなり面白い作りになっているんですね。現状こちらは見ていると非常にシンプルすぎる作りと言いましょうか。ギミックの方がね、もちろんつまらないわけではないのですが、あとはキャラクターが多分現時点で他のキャラクターを使う理由があんまりないか。一応ね、そちらのヒーローズ・オブ・ハンマー・ウォッチの方では、おっとっとっと、他のキャラクターで一定のレベルになったり、特定のスキルを解除すると、他のキャラクターにも効果を及ぼすっていうね、他のクラスなんだけど、こちらだと。でも効果を及ぼすパッシブなどがあったりするので、他のキャラクターでプレイする理由をプレイヤーに与えてるんですね、ゲーム的にも。ゲームのシステム的にもだね。ので、そういった能力があるといいのですが、本当は。龍骨のモール、DPS 増加。現在 DPS60 なので、かなり使い勝手がいい。速度がね、こっちの方が高いので、ちょっと待てよ。HP が上がる。取ってしまうべきか。あ、かなり使いやすくなった。鉄の長剣。あ、これでもいいけど。これでもいいけど、ダッシュのクリティカルチャンスは、攻撃速度がね、異常に速いので、でもこちらの今取ったやつも、ダッシュ距離が伸びるは微妙。消費して HP を回復する。取っておくべきか。これは取ろうか。取って余裕があるので、回復取ろう。かなりプレイがしやすい。攻撃速度が上がっているので、純粋にこうプレイがしやすいですね。結構アンロック用の武器、アンロック用の石出ますね。そこそこな量がありましたもんね、アンロック可能なもの。あれどうやってやるんだ。コナンザバーバリアンだったら力からいけるのか。ダメか。バーコナンだったらジャンプする攻撃があるので、それで向こう側行けそう。
ラクターによってはスキルの影響で取れないとかは普通にありそうではありますね。が実質攻撃と同じような感じなので、攻撃としてダッシュを使うのであれば、まあ、回避がちゃんとできないので、やはり防御する形になる、こんな感じですね。おっと、自爆。ねえ、花火だ。おっそー、ここまで来る。お、ガードできた、できた。こいつは、はあ、取り付くんだ。いけたぜ。倒してしまう。ハートハート。弓か。今使ってるものよりは強力ですね。あんまり変わんない、これは。ラッシュ数が増えるか。って言えばこれ、なんじゃの剣2とかって出るんですよね。ボス直前、おお、つらい。今取ったばっかりのやつが出た、つらい。マップはチェックできるのが地図か。セレクトボタンでいけないんですよね。覚悟して挑戦しよう。まだマップ探索できるのですが、うん、行くだけ行ってみようか。おっと、なるほど、ボス部屋に入ったからってボスじゃないんだね。ボスのダンジョンなんだ、要は。ゲーム性ですね。攻撃ができるのも少ないし、取れる行動が少ないんですね、圧倒的に。ボス部屋か、とうとうボス部屋か。ちょっとツボを割っておこう。どこぞかのハイラルの勇者もツボだけは割れって言ってたしな。パック。これでもし終わりか。なるほど、こういうことができると。割とスキルがね、うん、まあ4人でやってるの結構わちゃわちゃしてて楽しいかなとは思うんですが。まあ、チョップチョップチョップ。待ってな。そしてまだまだたくさんの冒険も、しかし一ともまず12役もあったら続ける。 OK、 勝利。あ、ボス戦はダメだったか。ボス戦もできればね、挑戦してみたかったところなのですが、残念、集めたゴールド、あ、レベルが上がらなかった。さすがにあれダメか。メインメニューに戻る。うん、ちょっと残念でしたね。もう少しこうプレイしてやはりボス戦チャレンジしてみたかったのですが、さていかがだったでしょうか。やはり見ているとカジュアルなその先ほど言ったハンマーウォッチとか系ですね。ハンマーウォッチとかはがっつり殺しに来るので、かなりカジュアルにこういう見下ろし型視点のアクションでローグライクな要素がある作品って結構あるんですよ。いくつか前、ローグヒーローズっていうのもあって、そちらの方はね、ゼルダライクな作品なんですが、
ゼルダみたいにちょっとパズルがあったりとか、ダンジョンがゼルダ系みたいな感じなんですね。仕掛けとかが。まあシンプルなんですが、そちらも。こちらよりは複雑ですね。こちらは、その、どっちつかずってわけじゃないんですけど、多分、本当にカジュアル寄りにわざと作っているタイプですね。ローグヒーローズのようにそのパズル要素、いわゆるゼルダライクのパズル要素があるわけでもなく、ここはもうちょっと出てくるかもしれませんが、があるわけでもなく、かといってシステム面などで、先ほど言ったハンマーウォッチシリーズなどのように複雑だったり、いろいろとやり込める形でもないようにも見えた。武器などワンロックできますが、よりやはりパーティーでわちゃわちゃしたり、そのカジュアルに楽しむ。絵柄もそんな感じですよね。パーティーで楽しむような作りになっている作品ですね。悪い作品ではもちろんなくて、そちらを楽しむ目的だったら間違いなく面白いですし、ストーリーもコメディタッチな感じでいいかなって思いますね。強いて言えば、そのアクションを求めて買うのであれば少し違うかなというふうにも感じました。もちろんゲームモードでもっとハードなモードがあるかなというふうにも感じますが、あとはそうですね、一応、ストアページもローグライトって書いてあって、日本語でもローグライクって書いて、ね、ごめん、日本語だとローグライトって書いてあって、英語は確かローグライクって書いてあるんですね、ストアページ。あまり、その、まあ、ランダム要素がないわけじゃないんだけど、ステージもね、自動生成ですし、ただそれが実際にシステムにあんまり影響を及ぼしてないような形というふうにも感じられますね、実際には。これ関係ねえんじゃねえかっていう感じはちょっとしますね。先ほど言った2作品は結構変わるんですよ。でも今作今見た感じだとパッシブがとりあえず1つしか取れない。おそらくもっと取れると思うんだけど、1つ取るともう1つがなくなっちゃう感じでしたよね。武器関連のパッシブが少なくても。多分製品版ではそれら以外にも強化系のパッシブ効果が入手できるようになるんじゃないか。ランダムパッシブですね。先ほど途中で入手した一つしか入手できないで、付け替えができるんだったらほとんど付け替えなくても普通の状態で攻略できるんじゃないこれっていう感じになってしまうんで、ランダム性がより少なくなってしまう。もちろんしっかりしたこういうアクションゲーム、ローグライクなやつもね、しっかりしたものは先ほど言ったハンマーウォッチやローグヒーローズもそうなんですが、出てなくてもランダムな要素が出てなくてもプレイヤーの腕でカバーできるんですよ。ただこれ出るとすごいいいんだよね、これはあんまりいらないんだよねっていう、そういった能力がいろいろとあった方が面白いのは間違いないんですね。なのでやはりそういった側面を求めるのであれば少し違うかなっていう感じがします。あくまでデモ版の現時点ではですね。その代わりやはりパーティーでわちゃわちゃやるのは楽しそうな作品からもっとカジュアルに楽しめるっていう感じでしょうか。ということで、いかがだったでしょうか、コナンチョップチョップチョップ。可愛い絵柄もありますし、カジュアルに楽しみたい方はぜひ友達など誘ってプレイしてみてはいかがでしょうか。これでプレイを終了したいかと思います。本作のデモ版は好評 Steam で公開中ですが、現在 Steam Next Fest というデモ祭をやっています。そちらのデモ祭限定のデモ版である可能性もあるので、こうチェックされてるプレイしてみたいという方はお早めに。では改めて、動画下記の概要欄の方に今作のストアページ、私のツイッターへのリンクなどを貼っているので、気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回のプレイはここまで。また次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。